ございます、キャリアデザイン学部2年の岩谷と申します。先ほど、田中先生もおっしゃってたように、自分がキャリアを形成していく上でその、徐々にじゃなくて、こう決まってた覚悟が決まってたっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、これまでの自分の人生の歩んできた中でここがなんかきっかけになったなっていう出来事とかがあったりすればちょっと聞きたいなっていうふうに思って質問させていただきました。出来事はやっぱり僕の中では本当にあの脱税事件が一番大きかったですね。それはなんでですか？だってあれがなかったら別にインフルエンサーとして表に出ることなかったと思うんですよ。その会社の PR のためにテレビは出てましたけど、そんなにすごく発信力を手に入れたいとか別に思ってなかったし、会社やってお金儲けた方がいいと思ってたんで、多分あれがなかったら今頃もっと大きな会社にしてたなってたと思うし、もっとお金持ちだったと思いますね。でもあれがきっかけで全て、あれも本当に僕の執念の塊だと思うんですけど、全て犠牲にしてでも、だってね、焼き鳥屋で働いてもないのに働いてることにして彼女に振られたとかわけわかんない SNS 出したりとか、やっぱすごい恥ずかしいですけど、そういうのも全部乗り越えて発信したっていうのは、やっぱあれは僕は執念だと思うんですけど、あれからやっぱインフルエンサーとしての道が始まったんで、あれがターニングポイントだったと思います。ただ良かったか悪いかわからないですね。お金持ちになるっていう意味では会社やってた方が儲かるんですね、インフルエンサーより。ありがとうございます、